ああ広島ホームテレビの制作部門を担うホームテレビ映像に所属の後2015年3月1日付でキー局テレビ朝日に移籍したことを本人がツイッターで公表したホームが制作し広島県のみならず他県のテレビ局でも放送されているバラエティ番組アグレッシブですけど何かの総合演出を担当していた 同番組上での名前は、カナイマン。広島県尾道市出身、血液型 A 型。国際キリスト教大学教養学部卒業。専門は数学。元銀行員というテレビマンとしては異色の経歴を持つ。番組制作会社に勤め始めた4年後、吹奏楽部の旅に、 大物ディレクターから指名され、AD として参加し、吹奏楽部顧問の先生の言葉、お前、日本一のディレクターかに感銘を受け、日本一のディレクターを目指すため意見が通りにくい、制作会社よりも、地方へと目を向けて、地元広島のホームテレビ映像に、就職、2007年4月から放送を開始した、アグレッシブですけど、何かの総合演出として、企画、撮影、 編集、MA をほぼ一人で手掛けていた。2015年4月から月曜に10時に昇格した、テレビ朝日、しくじり先生俺みたいになるな、のプロデュースを手掛けた。ありがとうございます。